取材班がまず向かったのは鳥取大学医学部附属病院。院内にはメーランモールというパン店があります。今月のおすすめであるリンゴやブルーベリー、ヒューガナツのパイ、それに鮮やかなグレープフルーツクリームが入ったパンなど、毎日数十種類が並び、病院のスタッフや患者はもちろん店のファンが次々と訪れます。オープン以来から大変人気な商品でございまして、時々無償に食べたくなるっていうお客様がよくいらっしゃって買ってくださいます。かなり早い時間になくなってしまいます。店長がこう話すのが店のオープン以来の人気商品、フルーツサンド。実は一時他の果物のサンドに押され店頭から消えていました。しかし客から復活を望む声が上がり、このほど販売を再開したそうです。その味は、カスタードとホイップに優しく包まれたこのフルーツ、美味しいです。この甘みとフルーツの程よい酸味がベストバランス。しかも結構ボリュームがあります。これで160円は嬉しい。続いてのパンは、ハッピーバースデーと書かれているのは、これ大きなパンです。蓋を開けると中には美味しそうなサンドイッチなどがたっぷり入っています。その名も丸ごとびっくりシュープリーズ。文字が焼き付けられているのは大きなパン。中がくり抜かれていて、肉や魚、野菜、果物などのバリエーション豊かなサンドが詰まっています。まさに開けてびっくりのパンです。作っているのは県産小麦を主な材料にこだわりのパンを作り続けている麦の屋です。まるごとびっくりシュープリーズは18年前の創業以来続く商品で、誕生日や結婚式、母の日などに重宝されてきました。焼き付ける文字や模様を選ぶこともでき、そのデザインは今や100種類にも上ります。わあ、ふわふわしっとりのパン、おいしい。彩りもいいですし、いろんな種類が入っているので、家族で何かお祝い事の時などに食べても盛り上がって良さそうですね。店はコロナ禍だからこそ、こうした非日常のパンで楽しんでほしいと話します。彩りにもすごくこだわっているので、コロナ禍で今外に外食に行けない方とかがおられるので、今食べてもらってもいいなと思ってます。こちらは1週間前までの予約がおすすめです。毎日に欠かせないパン、時には一味違ったものを味わってみてはいかがでしょうか。